この動画は、そして僕らが死んだプロジェクトの第2話となっております。えっ、ー、と、第1話を見てない方はですね、できればブラウザーバックして見れてくれれば、もう数百倍楽しめますね、ほんま。<laughs> で、えっ、ー、と、まあ、音読実況じゃね、朗読動画になっておりますので、 あのそちらの方があまり興味がない方はも,もうすぐブラウザーバックしていただければ幸いです,でです、ね、ところどころ噛む可能性が高いので、ねまあ、そこは、ね、考慮してくれれば幸いだと思いますそれではそして僕らが死んだ第2話へと進みますどうぞそして僕らは死んだパート2林まり奈編私は幸せだ幸福な環境に本当に恵まれている 小学校から高校までいじめを受けたこともなければ、誰かに嫌な思いをしたわけでもない。私、林真里奈は幸せな人生を送っている。私の父は少し大きな会社の社長をしている人間だった。周りの人間からは慕われ、誰一人として恨むような人間はいなかった。母も世界的に有名なファッションデザイナーとして、子どもの時から、 私のの欲しいいもももは何でも買ってもらっててらた,ただ、忙しかったためにあまり遊んでくれなかった両親を、私はあまり好きではなかった。そんな私のことを育ててくれる、いわば羊のような存在の男がいた。名前は中島徹という男だ。中島は私の羊として仕事をしている男。そして私の初恋の相手だ。 スラッとしたシルエットに優しい性格、そして私にいつも見せてくれるあの優しくて温かい笑顔が大好きだった。中島は私が勉強するときも一緒になって問題を解いてくれたり教えてくれたりもした。遊ぶ相手がいないときは私とよく遊園地に行ってくれたりもした。ただ中島は私が何十回も何百回も告白したのに振り向いてもくれなかった。ただ、 言われる一言は決まっていた。私はお嬢様の疑ですとね。その恋愛という関係になられますのはやはりよろしくないと思いますよ。でも、お気持ちは嬉しいです。わかっている。私だってわかっているけど、でも、こんなに完璧な人間はいない。ずっとずっと幸せだったのに、唯一それは不幸でしかなかった。そういえば、 小学校から中学校、高校までもいじめを受けている男の子がいた。名前は、リュウジ君だったかな。ずっと一緒だったから、さすがに名前くらいは覚えた。だけど、一回も声を聞いたことがなかった。ずっと一緒にいるのに、多分、相手は名前すら覚えてくれていないと思う。だんだん、そう思うと、相手に興味を持た出すようになった。 中島みたいなクールな人も好きなのだが、少し特殊な男の子も好きなんだなと思ってしまった。だけど私はいじめられている龍二君を受けることができなかった。なぜならいじめている相手が私の友達だったからだ。それもちょっとやそっとの中ではなく、かなり前から知っている、いわば両方の名前も思い出もある幼馴染なのである。名前はサメ口龍馬。 私の父である林泰蔵が仕切っている林グループと龍馬の父、鮫口虎之介が仕切っている鮫口グループはとても仲が良く、素晴らしい関係を持っていた。その子供である私たちは、本当に小さい頃から一緒で、よく知っている2人だった。龍馬は少し乱暴な性格で、周りの人に迷惑をかけていた。だが、根は優しく、少し意地っぱいなところがある。 とてもかわいい男の子だった。まったく中島といい、龍二君といい、龍馬といい、私は本当に素晴らしい人たちに恵まれているなと思う。だって、私は昔から幸せ者なんだもん。そんなある日、ある事件が私の家を襲う。それは、林家強盗殺人事件である。父と母が久しぶりに帰ってきた我が家に、そんな事件が起きたのは、 高校3年生の頃であったしかもその犯人は捕まっていないのだという私はさっきまでここにいたはずの 父と母だと思われる肉の塊を玄関で見つけ、泣き叫んだ。ああ、幸せが。私の人生で最大な不幸が起きた。辛い、こんなに不幸というものは胸に突き刺さり、痛いものなんだなと実感した。中島はそんな私を見て背中をさすることしかできなかった。仕方がないよね。もうどうすることもできないだから。 そんな私にたった今夢が生まれた。それは医者になるということだ。もしかしたらあの時に止血の方法などを学んでおけば一命を取り留めることができたのかもしれない。そんな人間を少しでも助けてあげたい。そんな思いから私は医学の大学に進むことにした。近所に医学の大学があって驚いた。こんなところに大学があったなんて。 そして、もう一つ驚きがあった。リュウジ君がいる。そう。小学校からずっと一緒だったが、覚えられてすらいない方の幼なじみ、リュウジ君だ。リュウジ君だよね。ほら、覚えてる小学校も中学校も高校も一緒だった。林真理奈だよ。一応、幼なじみってやつなんだけど、覚えてるかな決死の覚悟だった。いきなり、こんな子が前に現れたら、どう思うのだろうか、と思いながらも、 話しかけたするとい、いや、俺、龍二なんて男じゃねえし、という明らかに人間の体勢に入った言葉をもらった。しかも、初めて会話した言葉がそれかよ、なんて思いながらも、かわいらしい龍二君を見ていた。それから、私たちは付き合うようになった。やはり、私の人生は幸せなんだなと、また思えた。あまり恋愛どころか。 こういう関係も慣れていない隆二君をリードするのはとても大変だったがそれでも可愛いい隆二君が大好きで仕方がなかった一緒に靴を買ったり一緒の部屋に泊まったり夏祭りに行ったりキスをしたりとたくさんの思い出が作れただがそんなある日私のところにある男が寄ってきたそう龍馬だひよ久しぶりだな元気にしていたか手がきいたぜ お前、あのクソリュウジと付き合ってるんだってな。<laughs> 前々から思ってたけどさ、お前って変な奴だよな。まったく。という汚い言葉を発しながら寄ってくる龍馬を、私は無意識に避けた。ふわ、避けるとかマジないわ。幼馴染みだろ。もう少し仲良くしてよ。いいか減にして。私は、あんたみたいな男、好きじゃないから。 そう言うと私はその場を立ち去ったいつか絶対後悔するぞお前俺が予言しといてやるよ私の人生で後悔なんてしないだって私を幸せな人生を送っているからそう言うと私は急いで帰っただが本当に龍馬の予言が当たったのか私の中で後悔というものが生まれてしまった私って龍二君といて本当に楽しいのかな そんな小さな悩みから始まったそれは次第にどんどんと腫れ上がっていったリュウジ君の何がよくて付き合ってるのかそれに最近両方忙しくて全くデートもできないし思い出もできないメールもしなければ顔すらも見ていない辛いもう別れようかそんな気持ちが強くなった私はリュウジ君にメールを送ったリュウジさんへ たくさんの思い出ありがとうねでもなんか疲れちゃったよ本当に自分勝手でごめん別れましょっかそして返信が返ってきたと思ったら違う龍二君からの返信メールじゃないこのアドレスは龍馬やっほー俺の予言は的中しちゃったね今から龍二君人生変えるってさ ビルの屋上で面白いものが見れるぜ。見たければ来いよ。なんでなんで龍馬は龍二君に私が別れを告げたことを知ってるのおかしいよ。どうしてそんなことを考えているより、とりあえずビルに行かないと大変なことになる。急いで私は中島に車を渡させた。行き先はもちろん龍二君のビルである。屋上に着くと今にも飛び降りそうになっている龍二君がいた。やめて 私はそう叫んだ。ごめんね、りゅうちゃん。私、りゅうちゃんが昔から散々なことをされてたから、守ってあげようって思ってたのに、やっと大学に入って、私がりゅうちゃんを守れるって思ってたのに、全然守ってあげられなかった。そして、あんなひどいこと言っちゃった。本当にごめんだから、自分から死のうなんて思わないで、お願いそう言って、涙でぐしゃぐしゃになった私を、り二君は優しく抱きしめてくれた。そして、 何か私の身元で言おうとした瞬間、誰かに背中を押された。キャー助けてそう言いながら、無造作に落ちていく私を抱きかかえながら落ちていく龍二君。待って、そんな体勢になったら龍二君がそう思ったのは細かった。龍二君は私と一緒にビールから落ちた。しかも私をかばって落ちたので即死レベルの怪我を負ってしまった。私はというと、 リュウジ君がクッション代わりになっていたせいか骨折程度で済んだリュウジ君ごめんね私があまりにも幸せだったから怪我が少なくて済んだだけどその幸せはリュウジ君が作ってくれた幸せその幸せを作るためにリュウジ君は私は幸せだって幸せでないのだ今週の素子僕いかがだったでしょうか 少し遅れましたけども、まあそこは許してください。<laughs> ということで、えっ、ー、と、この時間はですね、お知らせをさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、ソシボックプロジェクトのスタッフを募集しております。えっ、ー、と、音楽、まあ BGM を作れる方、そして、えっ、ー、と、映像を作れる方を募集しております。えっ、ー、と、まあかなりですね、 重量、重労、重量度、重労働になると思いますので、やっぱそこは、えっと、自分のですね、できるかどうかは自分で判断していただいて、来てくれれば幸いです。えっと、まだまだ続く予定なのでああ、どんどんですね、クオリティを上げていこうかなと思っていますので、ぜひ、えっとですね、まあ、BGM を作る、作れる方とか、まあ、作ってみたいっていう方とか、 映像が作ってみたいとか映像がすごく得意だという方アニメ映像ですね募集しておりますのでぜひぜひですねコメント欄ですだったりとかあと僕のですねメールの方 Gmail の方のアドレスをあのチャンネルに貼っていますのでそこの方を見ていただければ幸いだと思いますえっとその他にはですねたくさんの二次創作たくさん募集しておりますはいぜひぜひやってくださいアテレコだとか えとイラストを描いてくださったりだとか、あとは演じてみたらとか、あとはそれこそなんか、なんかの曲と合わせた PV を作ってくれたりだとか、もう何でもいいので、本当ぜひぜひ作ってください。あとですね、宣伝もですね、<laughs> もし、もし、あの、面白いなと思ったら、皆さんの周りにもですね、伝染させてください。はい。それがですね、このプロジェクトの本当大きくなるもう金みたいなもんで、本んに、その辺は、もう皆さんしかできないことなので、 ぜひぜひお願いしております。ということで、えー、とこの時間は素子僕の、まあ、お知らせでした。バイバイ